け。あれどこ行った？1個なくなったけど、ガン見した。じゃあ先着でこちらのコンタクトあげます、誰かに。いや、そんなことより、そんなことよりですね、先ほど、スターあかりさんご飯行ってきました。もう嬉しすぎて、私はもう久しぶりに会えて超嬉しくて、もうね幸せでした。あの本当にもうね、今ね余韻なんですよ正直。そう、もう余韻がやばくて、もうね須田さんと本当に本当に久しぶりに会って、1年ちょもうちょっとして1年経つんじゃないかなってぐらいの久しぶりだったんです。やばかった、もう可愛かった。今日なんか須田さんと話すと、あの一生口角がこう上がってるんですよね。でなんかあの別れ際もずっとこうなってて、そう韓国で会った以来だったんです。それまでも結構連絡はしてたんですけど、そのあんまりなんていうの、その予定が合わなくて、で最近もねなんか何あのこの日東京いるんでとか何回も言ってたんだけど、なかなかちょっと合わなくて、やっぱ須田さん忙しいので、そうなのでもうねもう幸せ、やっぱ須田さんだなってなりました。はい、須田さんだなって、なんか話して、そう私も一方的に須田さんのことは見てたんですよ SNS で。そうだけどやっぱあのなんていうの、こうやっていろんなこと話せる、緊張しながらも今日本当やばかったよ、汗が汗がやばかったですけど、そう幸せでした。生の須田さんだって言ってた、言っちゃった。なんかね須田さんにも今日言ったんだけど、須田さんに会うとなんかちょっとね、なんていうの、自分が男の人だったらって考えちゃうの。そうでね、ごめん、ちょっと余韻がすごくてちょっと全然語彙力がない。そうなんか男の人だったらって考えちゃうんだよねそう緊張しました、本当に本当に緊張しました。はい、幸せでした。今日は須田さんに会うからおめかししました。そう、しかもねなんかね叙々苑初めて行ったの私。そうなんかどこがいいって候補言ってくれてて、そうその中で叙々苑を二人で選んで初めて行きました。もう美味しくて美味しくてごちそうさまです。うん、嬉しい。そう初めて、そう須田さんが横にいたから余計美味しかったです幸せでした、はあ、イエイ。お酒飲んだ、さすがに明日は東海だねっていう話になってお酒はやめましたはい、皆さんはそういうとこをねしっかりなんていうの言ってくださるから。そうなんかね今回そのなんか叙々苑予約が取れなくて、ペア席だったら予約が取れたの、二人きりのやつ、そっちの方が距離近いねってなってそこにしました。だからもう実質本当に私がね須田さんと付き合ってるみたいなデートでした今日は。
でもいつもそうなの、私本当に須田さんといると、ああ自分が男だったらなってめっちゃ思うの。そう思うんです。チェア席で、はい、楽しかった。でも楽しかったけど、もう緊張しててずっと何回も真っ白になって頭が大変でした、大変でした。幸せでした。なんかいつも言いました、お化粧が念入り。あ、でもね、聞いてほしいのね、さっきからさ、あのさ、ほっぺが赤いって言ってるじゃん、聞いて、私ここ V 君に噛まれてさ、ちょ、これ言わないつもりだったんだけど、 V 君がね、いろいろ言われるのかわいそうじゃん。でもね、見て、 V 君に噛まれたの、ここやばくない？じゃあ、なんか2日前ぐらいに一緒に V 君と寝てて、ウェイ君多分眠かったのか機嫌が悪かったかわからないけど、私が顔近づけたらガブって噛まれて、ここね4個ね、なんかまあ今見えないんだけどさ、4個今隠してるからね、で4個こうね1234ってあるんです。痛いのよ本当に、痛いっていうか今は痛くないんだけど、その時めっちゃ痛くて超噛まれたの。そうだから、こっちも合わせてチーク同じ色塗ってんの、これバレないようにね、みんなごめん、だから明日どうかで、あれゆうかたん肌こんな荒れてたっけと思われたらすごい嫌なんだけど、残らないように頑張るから、もういいけど残っても、 V 君のなんか歯型が残ってる。ダメだよ、みんなあの V 君のこと叩かないでね。叩いたらダメだからね。そう、 V 君に噛まれました。初めて噛まれた、手とか噛まれたことないの。チークっていうか、ここの位置に、まあちょうどこの辺とかだったらちょっと隠しにくいけどさ、ここだからまあまあまあ、美味しそうだったのかな。でも私のほっぺ、こっちはね結構そばかすとかあるんですけど、こっち全然何もなくて、まああるけどね、そばかすあるけど、なんかなんていうの、ニキビやこととかもあんまりなくて、なんかチュッチュッて言われた。そうで、こっちはすごい私的に肌気に入ってた、気に入ってたっていうのは、なんか肌ね綺麗だなって、こっちはねすごい感じてたの、あ綺麗な、なんか結構いい感じだなって感じてたのに、噛まれました。そうだから、みんなあの気をつけて気をつけてください。今ブー君と口聞いてないんで嘘ですけど、全然今日家出る時名残惜しすぎて嫌だったけど、あ、もう来た。よかったよかった。式送りました。もうあれは本当に直後ぐらいに、あのもう本当に須田さんと別れて直後ぐらいに書いたんで、多分もう猛烈な熱量だと思います。あの時は語彙力があったけど、やっぱ今、ちょっと本当にあの、余韻に浸っている感じなんで、すいません。なんかやっぱ須田さんからにしか、こう、須田さんからしか、もらえないな、栄養なんていうの、なんかね幸せがあるの、須田さんからしか、なんていうのこれ。みんな言うじゃん、栄養じゃなくてさ、須田さんからしか摂取できない栄養。そうそういうことです。活力、なんだろう、幸せ、あの全て、もう今すごいんですよ、栄養素、イエス、それエナジー。もうあとね、今日ね眉毛が濃いんです、本当にすいませんね、これはこれはでも明日明後日のためなんですよ、もう本当はね、あれなんです、あの眉毛濃いの本当に嫌なんだけど、じゃあ眉毛ティントをしたんですね、これ眉毛ティントをして昨日したんですよ。なんで昨日したんっていう、今日明日明後日、まあ明日明後日はいい感じなんだけど、今日がまあ今日はまあ馴染みます、まあまあ結構濃くなっちゃったの。眉毛ティントって3日ぐらい持つんだけど、なんかこうなんていうの、なんか結構濃いめにつけて寝て剥がして、剥がしたらなんかめっちゃ濃くて、今日すごいのよ、
まあまあまあ、まあ明日ぐらいには多分いい感じになってます。あとエクステ撮りました。そういえばちょっとこれ撮る。あ、幸せだったな。そうエクステ撮ってめっちゃ短いの。イエーイ。楽ですねやっぱりこの長さ。エクステ撮ったって言ってもね本当に嘘なんだけどエクステ撮ったって言ってるけど嘘なんだよね。エクステ全然まだついてて自分で切ったんです。まだねなんか取れてないとこあるんだけど、そう、まあ、まあ切りました。まあ取ったとこもある。すごい音する。なんかエクステが、私ね本当はこの間の公演ロングで出るつもりで、待って眉毛めっちゃ濃くなって、なんか気になったら気になってきちゃったえ、ちょっと待って濃くない、ちょっと待ってくれ、濃くないですかいや違うのね、聞いてほしいの。そのこれは眉毛ティントなんだけどさ、ちょっと隠していこう。まあいいや、もう今日は眉毛が濃い日って覚えてください、皆さんの中で。あ、チークが濃い日これは V 君だけどね、完全に違うの。あの何の話してた、あエクステね。そうエクステで、あそう、かほちゃんの生誕祭の時に、なんていうの、私その日の朝にお風呂に入ったんです。昨日その日前日に寝ちゃってそのまま寝ちゃったんです、寝落ちして。そうだから、あのその朝に入ったんですねそしたらなんかドライヤーしてる時かなに15本ぐらい抜けて、10本15本ぐらい抜けてエクステが取れて、でその前は結構いい感じのロングだったのに、そうもうね、あのもうねスカスカだったので、うわこれはやばいと思って急遽切って、髪切ってそうでなんとか耐えました。で今ちょっとついてるかなぐらいだけど、3本4本ぐらいかな、まあ、自分で取れるんでいいんだけど、そういいやつだから3ヶ月ぐらい持つって言ってなかった。え、そうなんだよ。まあでも1ヶ月半は持った。私の扱いが悪かったのかな、もう分からないんですけど、何でもいいです。ワンオクは一人でベルナドームいたの。え、そうだよ、ワンオク一人で行きましたよ。なんかさあのこういうこと言うのあれなんだけどさ、フェスとかってやっぱさ2人とかさ、なんていうの、絶対なんていうの、なんていうの、なんかまあライなんか2人とかで行くやん絶対、だってそっちの方が楽しいし絶対。え、全然一人で行きましたよ全然見ますかっていうぐらい一人で行きます。でも私の隣の席の方もなんか主婦みたいな、主婦か分からないけどなんかね、そう言ってて、一人で主婦の方かな、主婦っていうかなんか見た目がね結構会社員、会社員主婦違うわなんていうの、主婦じゃないな、会社員じゃないな、なんて言うんだろう、本当に OL さん、そうそうそう、それが言いたかったな。そう OL さんがそのままその格好で来てて隣で、でそのワンオクがもう歌ってる時もうこんなになってて、うわいいなって思ったんだよね。私はなんかやっぱりその音楽って人をこうかなんていうの、いい意味ですごい変えるっていうか、希望変えるって言ったらあれ、なんていうの、なんかあの音楽の力ってすごいなって思って、いや本当に語彙力ないからごめんね主婦じゃない、でも見た目は結構主婦っぽかったよ。主婦っていうかなんていうの、なんか子供いますみたいな感じの見た目だった。結構40代前半ぐらいの方だったかな、見た目はね。最近は充実してます。ゆかたん拳突き上げた、拳
拳突き上げたよ。隣の方とは喋ったの？喋ってないです。私本当に喋れない。全然あの話しかけられたらあこんにちはみたいな感じだけど、ニニはニュアンスな、ニニはニュアンスじゃない。違うの、あの普通にあの2人であの写真撮ったやつを載せるタイミングを逃しただけ。ラーメン屋さんの店員に優香さん好きなんですかって聞かれた。カバンの缶バッジ見て、すごい。ラーメン屋さんの店員は優香さんのこと知ってるんですね。嬉しい。一緒の写真載せてない。あ、見てない見てない、載せてないです。まだ載せますね。また。まだ眠ってるんだけどさ、あのカチューシャを全部してるからなんか。乗せすぎかなと思って。乗せます。ちょっと眉毛濃くて私本当に嫌だから、こうやってする、こうする、こうしたら映る。てかこれさ、なんかこうなんていうの、メイク落としたら結構なんか 青ピンクみたいになってる。2日前だから怖いよね。それで私ワンオクであのめっちゃマットワールドがすごい好きなんですけど、マットワールドをやってくれるとは思わなくて、私はもう嬉しくて嬉しくて、ワンダーも好きだけどね、幸せでした。むしろ今日くらいの濃さがいい。え、本当に濃くないこれ。新鮮。イエーイ。最近はでも SNS 結構更新してるんで、見てない人見てください。私頑張って更新しています。頑張ってって言っても趣味範囲だけど、全然無理してないです。はい、改めて見るとすごい近まれた。本当だよね。なんかさ、うん、まあでもまだ鼻とかじゃなくてよかったかも。鼻とかだったらこうガンってここもこうこういかれるじゃん。それじゃないからまだいいけど、そう、可愛いですね。ありがとうございます。更新多くて助かってます。ありがとうございます。鼻いかれたらやばいよね。鼻なら高くなりそう。やめなさい、今低いみたいな。低いけどよ、低いけどよ。頑張ってトントンしてるんだからね、いまだに。後藤梨紗子さんに教えてもらってやってるんだけど、こんな高くならんの。昔ね。体に頑張って返信します。ありがとうございます。いいですよ、皆さんあの無理しなくて、私みたいに無理しない、あの私は無理してないですけど、あのなんていうの、無理しなくていいですよ。私は無理してないです。これは本当に無理してないです。今のみんな真に受けそう。トントン懐かしい。トン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 。でもなんかね、この間私はナッキーさんと鼻の話をしてて鼻ね、鼻、そう、鼻の話をしてたんです。ナッキーさんの鼻いいですねって言ってくださいって言ったの。そしたら、でも片んがこの鼻はなんか違う気がするって言われて、もう確かにねって思って、確かにな。そう、ナッキーさんの鼻ください。そう、誰か理想なの花だなってメンバーいます。ナッキーさんです。ナッキーさんかルカさん。ナッキーさん高いのよ、鼻が。そう、鼻筋こうシュッて取ってるから。でもカタンがこの鼻になったらカタンじゃなくなるって言われて、はあ、なるほどってなって、はい、
それぞれの良さがあるっていう。でも花って一番多分印象を与えると思うんです、人に。ちょっと丸っこい花は可愛らしくなるし、鋭かったらこうキリってなるじゃないですか。それがすごいよね。今のままでもいい？まあ憧れるけどね、ナッキーさんみたいにこう鋭いこうシュッとした花を見ると。でも最近私ファンの方もなんか思うんです、なんかさ、そうマスク必須じゃなくなったじゃん最近。そうで、そしたらなんかファンの方がこう多分初めてみんな多分こうこうやってマスクを取ってる人もたくさんいて、あなたそういう顔してるんだねっていう、あなたそういうことみたいなのめっちゃ多い。知らなかったから今まで。全然あのみんな素敵な顔してますよ。いやでもね、みんなね、あのね、結構印象通りなのよ。目だけでも覚えられ、てかなんか本当にマスクをずっとつけてる人とかもたくさんいるじゃん。いや全然多分それでいいんだと思うんだけど、そのそういう人はあのなんていうの、やっぱ恥じらいがあったりするじゃないですか。でも逆に私はあのなんていうの、もともと顔を知ってる人がマスクで来た時の方が分からないかもしれない。あ、コールしにくいのね。なるほどね。でもさ、なんかさ、存在を知ってるのにさ、マスクを外した姿を知らないのってなんか不思議じゃない？すごい不思議な。だからみんなマスク外してきて。いやいいんだよ別に、あのシャイっていうか恥じらえない人はいいんだけど、なんかでもあの一回も見れないのは悲しいと思う、こっちが、こちらが、我が。全然いいんですけど、全然いいですよ。でも私でさえ恥ずかしいからね。でも夏暑いからみんなあの無理して、こないだのさラグビーの時めっちゃ暑かったくない？あんなねラグビー日和なお天気あるんだと思って。そうなんかマスクしてるとなんか笑ってる顔あんま見えづらいじゃないですか。そうだから、あなたそんな感じでいつも笑ってくれてたんだみたいな。そう、ゆかたがじっと見つめてくるから恥ずかしい。じゃあ見ない方がいいですか？こう見ない。じゃあもう天井見てよ、こうやって。何人かでも言った気がするんだよな、私直接マスクを外して来たことあるみたいな、気づくんだよやっぱり。みんな日焼けしてたんだ、ラグビー日焼けしなかった、多分焼けてると思うんだよね。今日も焼けたと思う。そう、多分焼けてます。今日はあの午前中まで日焼け止めを塗ってなくて、あの顔と首は塗ってたんだけど腕忘れて、はい。オンラインと現場で会うのでとでも印象変わる？ううん、オンラインそんな変わらないですよ。
逆に私聞きたいんだけど、なんか自撮りとかこうショールームとか動画とか写真とか見て、なんかその実際会った時と印象変わるのかなっていう、どうする、これでさ、え、意外とあんま可愛くなかったとか言われたら泣いちゃう。でも私は多分実物の方がいいと思います。あの写真は本当にあのなんていうの、変わらないですか。私実物の方が絶対いいと思うなんかね、写真だと私立体感が本当にないんです。まあ、だってあってもそんなないと思うんだけど、背の高さ、あーね、背の高さね、背の高さは確かに変わるかもね。意外とそんな高いんだって言われるのよ。そうなんです、163.4cmあります私。でね、いつもねヒール履いてるのねヒール履いてるのだから、ちょっと本当にこの間とかね、あの立ちの時のさ、あのあれなんだっけ、撮影会写真会の時ちょっとあのみんな申し訳なかったあの時はちょっと靴失敗したんです、ヒールできちゃって、明日もヒールなんですけどすみません。まあでも公園とかでね見たことなんていうのある人とかは分かるかもね、身長高いねっていう。あーでも確かにもともとさ私より身長高い人はそんなに思わないのかもね。加入した時からかなり伸びた。そう、加入した時私139cmだったんです実際だとよく笑う子だなって、あ嬉しい、これ一番嬉しいかも、私めっちゃ笑いますよ、めっちゃ笑う、うん、だからあの笑かせに東海来てください。スキーに入って35センチぐらい伸びた、25センチぐらい伸びた日曜日初めて浴衣の握手行きます、楽しみ。須田さんがいいねしてくれた、須田さんがいいね、須田さんがいいね、ごめんさっきのコメントすいません、日曜日初めて浴衣の握手行きます、楽しみにしてます、ありがとうございます、嬉しいです。初めての人が未だにいるの本当に嬉しいよ。なんかたまにねインスタとかでもなんかこのダイレクトメッセージが届くんです、なんか最近好きになりましたみたいな、とても嬉しいです。イエーイ、見ました皆さん返信見てきてください、今私のツイッターの返信に X ですねの返信に須田さんが返信してくれました、返信記念やばい、なんかねずっとこれなの気持ち悪いね、さすがにやめようそれで一瞬止まりました、はい、そうですナイス、チェモンにいいねしてたの、そう、私チェモンちゃん大好きなんです、そう。ALT まで見てください、絶対ALT って何の略か分からないけど、だからずっと使ってるけど、なんかねさすがにちょっとあの文字数足りないんですよ、はいはい、出てきてください、
か太陽みたいですね、須田さんって。本当になんか笑顔が眩しくて、なんかずっと変わってないなって思って、なんかずっと変わらないですねって言って、須田さんに幸せでした。君は僕の太陽。イエス。あ、須田さんが動画を上げた。見てこよう。